心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はシーズン3エピソード3ですね。放題の方は処罰の道ということで、現代は Work of Punishment、うん、そのままですね、はいはい、ということで今回はオープニングの映像で初登場となるリバーランが描かれていましたね、はいはい、ということで早速その初登場であるリバーランの舞台、ここには今北部軍がやってきています。キャトリンの父親であるフォスター・タリーの訃報を受けてですね、ロブたち北部軍は葬儀のためリバーランを訪れていました。でここで、お葬式のようなものが行われていたんですけれども、一応七神の、ね、儀式に習って目の上にいつもの石は置いてたんですけれども、なんというか川の王国であるリバーラン風の葬儀というような感じがしましたよね、うん、はいはい、亡くなったホスター・タリーを、船の上に乗せてですね、それを川に流し、岸から火矢を打って、火葬という感じで、その川の奥の方にはリバーラン城が見えていたので、おそらくこの川は、レッドフォークという川かなというふうに思われます、うん、はい、ここ私の中ではかなりの名シーンなんですけれども、うんうん、ブリンデン・タリー、そしてエドミュア・タリー、一応亡くなられているホスター・タリーという新キャラが登場します、はい、でここね、多くを説明しなくても、うんうん、この冒頭2分の映像でこのブリンデンとエドミュアという人物像を物語るようなシーンとなってると思うんですけれども、一応説明しますね。3回失敗した方がエドミュアさん、そして一発で成功した方がブリンデンさん、しかもね最後はノールックで、ね、弓を渡してましたよね。そうですね、一応風をね確認してノールックでパンみたいな、うん、はい、そうですね。いや放つのはノールックちゃいますよ。え、放ってからノールックで、いやもうこれいけたっしょみたいな感じで、そうですか、はい、エドミュアにね渡してましたけど、うん、エドミュアはキャトリンの弟でホスターの息子ですね。なのでこのホスター・タリーが亡くなったということで、彼はリバーラン城の城主になりました、うん、で失敗してた時のウィンクがね、なんともうざいというか、うん、でなんかね2回失敗した時なんかすごい周りもねざわざわしてて、ロブは思わず失笑みたいなね、うん、感じですよね。そしてそんな失敗を見ながらしびれを切らし、彼の代わりに矢を打って成功したのがブリンデン・タリー、通称漆黒の魚、ブラックフィッシュという、通称名があります、うん、で彼はホスター・タリーの弟で、キャトリンたちエドミュアの叔父という人物ですね、はい、で彼は、どうやらこのホスター・タリー、亡くなったホスター・タリーと仲が悪かったようなんですけれども、その話は後で説明します。で、一応ね原作の話を少し入れるんですけど、このブリンデン・タリー、ブラックフィッシュは実はねドラマと違ってアイリー城の門番をしていたんですよね、うん、なので、ドラマではこのシーズン3では出てくるんですけど、原作では、ドラマでいうところのシーズン1の序盤あたりでキャトリンたち北部軍と行動を共にするような流れでしたよね、はいはい、ブラックフィッシュね、はい、多分みんなね好きだと思うんですよね、うん、なぜねかっこいいから、見た目もかっこいいし、ノールックでね、うん、一発で決めちゃうっていうでもね、そう、印象的ですよね、あの登場は。それもあるし、鎧がかっこいい。あ、はいはいはい、俺一番好きかもしれない、あの鎧が。ちょっとやっぱり魚のね鱗っぽい感じだし、うん、はい、エドミュアと比べてもなんとなくやっぱ黒く、うん、やっぱ黒っぽい感じですよね。あ、そうなんですよ、うん、そして城内へ戻るとエドミュアは、自分が必死で死守したストーンミルについての自慢話をし始めていました。でこれね一体何の話をしているんだというふうに思った方もいると思うので簡単に説明します。
ストーンミルというのはレッドフォーク沿いにある地名で、リバーラン城の少し南側にある場所のことですね、うん、でダトーラニスターを掲げていたロブたち北部軍はタイウィン・ラニスターの騎手であるマウンテン、まあ、ここでは狂犬というふうに呼んでいましたよね。このマウンテンを、まあ、西部に追い込んでですね、誘い込んで首を取ろうとしていたにもかかわらず、まあ、その手前にあるストーンミルという場所でドミアがマウンテンたちを、まあ、蹴散らせてしまったということだったんですよね。でロブ的にはこのねストーンミルとかいうすごくマイナーな場所なんてどうでもよくって、時期を見て戦を仕掛ける予定だったんですけれども、その空気を読めなかったエドミワをまあ避難するというようなシーンでした。で一方この王であるロブに対してすごく軽んじた発言を続けるエドミワはですね、ウィレム・ラニスターとマーティン・ラニスターという少年を捕まえたぜみたいな、ね、うん、言ってましたけど、まあ、彼らは14歳と15歳という少年で、まあ、父親の兄弟のひ孫みたいなの言ってましたよね、うん、父親の兄弟のひ孫知ってます？全然知らないし一生知ることないでしょってぐらいね遠い親戚なんで、そんな親戚を人質取ったとしたってサンサとアリアとは何の対等価値もありませんよと、人質交換に使える価値はないよというふうに言い返されてしまってました。で一応関係としてロブはエドミアの老いという立場なんですけれども、まあ、北の王になったわけですから、その王に対してこういう発言をするエドミアをかなりブリンでもね怒ってましたよね、うん、でこの後、まあ、ロブはロブでこうチトラ兵が足りねえんだよみたいな言ってたんですけど、それ自分のせいじゃないんですかってお前がタリサと結婚したからそうなんですよね、うん、あのフレイ家のね誰かと結婚していればバックにフレイ軍というね、まあ、軍と呼べるほどの数かわからないんですけど、フレイ家という強力なバックがついていたにもかかわらずそれを不意にしてしまい兵が足りなくなってしまった原因はロブにもあるんでねえのというシーンではありました。そうですね、まあ、フレイ家じゃなくても誰かしらね、うん、その大きい無名家だったらね、はい、大きい軍隊持ってるはずなんで、うん、そうですね、そこと結婚するべきだったのに何も戦略的に価値がないタリサと結婚してしまったと、うん、結構ちょっと棚に上げてる感じでしたよね自分のこと、はい、まあ、愛は重要ですからロブにとってはね、はいはい、そしてタイウィンが王の手になってから初の商標議会が始まります。リトルフィンガー、バリス、パイセル、ティリオンの4人が商標議会の部屋へやってきました。でタイウィンがですね、まあ、神座というかあのお誕生日席ですよね、いわゆる、うん、あの席へ座るとまるで、まあ、石取りゲームかのようにおのおのが我先にとタイウィンに近い、ね、席を、まあ、選び始めるという感じでしたよね。でここで、まあ、タイウィンの影響力と権力というかねそういうのがうかがい知れるかなというふうに思うんですけれども、タイウィンに近い順にリトルフィンガー、そしてその横にバリス、そしてその横にパイセルが座り、遅れてきたサーセイは、わざわざ余っている椅子を自ら運んでですね、リトルフィンガーの向かい、つまり、まあ、リトルフィンガーと同じくタイウィンに最も近い席を死守していました、はい、ちなみに、うん、あのプチ情報を言っていいですか、はい、あのサーセイってこのシーンで椅子をね反対側まで持っていくし、うん、あの椅子ってめちゃくちゃ重いらしい。そうですよね。だからあの本当に使ってる椅子に似た椅子をわざわざ作り直して、うん、もっと軽いバージョンを作ったらしい。あ、持ち運べるような軽いバージョンの椅子を作ったのがあのシーンで使われた。へー、あ、その女優さんのためにね。そうそう、なるほどなるほど、へー、まあ、なんでしょうね、コビ売り席みたいな感じですか、あれ社長に近い席取りたいみたいなね、そういうのありますよね。うん、そうじゃないですか、ね、飲み会とかで、まあ、私は遠い席に座りたいですけれども、はいはい、そしてその4人の行動を笑顔で静かに見守っていたティリオンは、まあ、一番最後残った一席を、まあ、引きずりながらでサーセイの横に持っていくのかなと思いきや、まあ、一番下座というか、まあ、つまりはタイウィンから一番遠いけれどもタイウィンと対面するような席を選び得意げにね着席していました。
をそこ選んだがディリオンって感じでしたよね。ここ、うんうん、でここのサーセイの顔はなんかね、その席に座ってどう父上に気に入られようとするのかしらみたいな、うんうん、ね、感じでしたけど、すごいいい表情をしてましたよね。このシーンめっちゃ面白かったよね。この私も大好きです、うんうん、まさにゲームオブスローンズという感じの、ね、あの椅子の引きずる音ね、はいはいはい、すごい良かったな、うん。そしてこの気になる商標議会の内容はというと、まあ、引き続き未だ行方不明であるジェイミーの捜索に励めということ。そして、ロブ・スタークはリバーランにいて、ロブが不在の間ハレンホールにはルース・ボルトンが代わりに滞在していますよということですね。ここちょっとバリスは、リトルフィンガーに嫌味を言ってますよね。そうですね、一応ですけど、うん、ハレンホールはリトルフィンガーのもののはず、うん、そうですね、はいはい。そしてそのリトルフィンガーには、まあ、ライサ・アリン、キャトリンの妹ですね、ライサ・アリンと結婚するように命令が下っていました。でまあ、これなぜ結婚するかというと、もちろんね、戦時中なので多くの諸侯が必要というのと、まあ、ロブの敵を少しでも増やそうということで、一応ライサはロブの叔母でもあるので、まあ、そういうのもあるのかなと思います、うん。そしてリトルフィンガーが、まあ、アイリー城に行くことになるので、彼の、ポストである大蔵大臣がいなくなってしまうわけなので、その代わりに、まあ、後任としてティリオンが指名されるという流れでした。まあ、一応ねタイウィンは以前、まあ、ティリオに対して才能に見合う役職も与えようみたいな感じで言ってたので、これが結局ね大蔵大臣になってしまったということで、この大蔵大臣に任命されたティリオン、この時サーセイもリトルフィンガーもパイセルもちょっとざまあ見やがれみたいなね、面白おかしく笑ってる感じでしたけど、明らかにティリオンには向かない職っていうことですか。それもあるし、うん、あのポジションってみんな誰も望んでないんじゃない、うん、あなるほどね、やりたくない仕事なんじゃないかな、うん、だからねティリオンお前やっとけよみたいな、うん、なるほどね、押し付け感みたいな、はいはい。次はリバーランドに入ります、はい。ロックとその部下たちは捕虜となったジェイミーとブライニーをどこかへと護送してました。この時ロックたちはある曲を歌ってたんですけど、うん、それはですね、クマと美女という七王国の有名な曲ですね、はいはい、歌の内容なんですけど、まあ、これあんまり関係ないけど、はい、一応言っとくと、ケムクジャラのクマがいました、うん、そのクマは3人の少年と1匹のヤギと一緒に行動してました、うん、でフェアに出かけようとしてたんですけど、はあはあ、そこにまあ、騎士を待ってた乙女がいまして、その乙女を助けるみたいな物語らしいんですよ。まあ、要はケムクジャラのクマが美女を助けるみたいな、これはその童謡みたいな感じなんですかね、うん、そうですね。で一応なんかね、クマが美女を助けるっていう、まあ、比喩というか、はいはい、シンボリズム的なものはありまして、あ野獣、それこそまあ美女と野獣みたいな、うん、そういう感じなのかな。まあ、例えばですけど、ハウンドとサンサ、お、まあ、ハウンドがクマの方で、はいはいはい、美女の方はサンサ、なるほど、はい、あとは、ジョラーとデナーリスとか、ジョラーがクマ、ジョラーはもともと、まあまあ、ジョラーはクマですけど、まあまあそうですね、はい、ジョラーがクマでデナーリスが美女、うーんみたいな関係で、あともう一つね有名なやつがあるんですが、ちょっとまだ言えない、なるほど、はい、はい。一方でお互いが捕虜という立場になってしまったジェイミーとブライニーなんですけど、うん、今まで以上にコミュニケーションを取ってましたね。そうですね、はい、まあ、コミュニケーションといってもほとんどが口論だったんですけど、うん、ブライニーはジェイミーに向かってなんか大したことないよね、うん、なんか伝説に及ばないよね、うん、みたいなこと言ってて、で対するジェイミーはいやいや俺鎖につながってたじゃんみたいな感じで、はいはい、反論してたんですけど、まあ、そんなことよりもっと大事なことをジェイミーは言います、うん、ジェイミーはですね、今夜お前はレイプされてしまうぞ、やつらの狙いはあくまでも俺だから、うん、抵抗せずに黙ってやり過ごした方がいいよと、うん、抵抗したら殺されるぞと言ってましたね、はいはい、でまあそれを聞いたプライニーはね、まあ、誇りを失いたくない様子でして、うん、
ジェイミーが自分の立場なら抵抗するでしょって言ってました、ね、うん、そうですね、はい、続きましてアリアたちがいるリバーランドの十字路、はい、元鍛冶職人見習いでしたね、はい、のジェンドリーはミアのソロスに新しいアーマーを新調してあげてましたけど、うん、まあ、捕虜にされたブラザーフッドを手伝うことにアリアは不満を抱いてました、はい、まあ、ソロスによるとアリアたちは捕虜ではなく客人で自分たちの味方らしいんですけど、うん、まあ、これはですねアリアがスタークの人間だと知って解放するのではなくて安全が確認できるまで一緒に旅をするみたいな、そういう考え方なんですかね、うん、なんかその前回のエピソードの終わり方っていうのはそのハウンドが、ソロスたちに対してこんなとこでスタークのね小娘と何してんねんということを言って、うん、まあ、この、十字路での場面は終わるんですけれども、それに対してやっぱ視聴者はこのアリアがスタークの娘ってことを知ってうわこれはちょっとやばい展開になっちゃうかもというふうに不安を覚えるんですけど、結局ソロスはやっぱりなんでしょうね、世直し集団ということなんで、まあ、アリアの安全を、まあ、確保して、まあ、北に返そうとしてるかは分かんないんですが、まあ、敵ではないっていう認識になっていいのかなという感じでしたよね、うん、まあね、芝居ったりしてないから、うん、捕虜ではなさそうですね、うん、でここにですねガチ捕虜にされたハウンドが現れるんですけど、はい、アリアはですね憎しみを持った表情で話しかけました、うん、最後にここに来た時のこと覚えてる、うん、と問いただしてたんですけど、これはどういう意味が込められてでしたっけ。あれですよね、ハウンドはアリアの友人である、まあ、肉屋のね息子のマイカーという少年を、うん、まあ、シーズン1エピソード2の王都に行く途中の旅で、まあ、殺した場所というか、それがこの十字路なんですよね確か、はい、なのでアリアはこのことでねすごくハウンドのことを憎んでたので、かつアリアが寝ながら唱える殺しのリストにも彼はずっと入っていたはずです。そうですね、はい、あのハウンドは覚えてなさそうだったじゃないですか、うん、いやそんな覚えてねえよみたいな言ってたんですけど、うん、多分ハウンド的には人を殺しまくってるから、はい、いちいちねどこで誰を殺したかとか、うん、ね、覚えてないんでしょうね。しかも殺しが楽しいみたいな発言もね、うん、サンサとかにもしてた時もありましたよね、はい、うん、でブラザーフッドたちなんですけど、彼らはですねアリアとかジェンドリーと旅をするために荷造りをしてました。そんなところにひょこひょことホットパイが現れまして、めっちゃ切なそうな感じやった。別れの挨拶にやってきます。うーん、キャミーはホットパイが一番好きなんだ。ホットパイ一番好きですめっちゃ寂しかったですもんここ見て、嘘やんみたいな。でもホットパイのためにはそれがいいと思うお母さんって思った、うん、お母さんは、 お母さんはホットパイのため思ってやっぱりここにね、うん、いる方が安全だし、まあ、ご飯もあるしね。そうですね、うん、ホットパイ曰くなんですけど、焼いたパンが宿屋の主人に気に入れられたようで、でここで泊まり込みのバイトをすることになったらしいです。もう最高、衣食住もう揃ってるとこでね、うん、ラッキー、手に職つけてよかったホットパイ、はい、でそれで、まあ、別れないといけない感じになったんですけど、うん、最後にですね狼の形をしたパンをアリアにプレゼントしまして、うん、あれパンなんですねやっぱ。パンじゃない、スコーンじゃないちょっと硬そうでしたけど、うん、パンでも一応パンですよねあれ。パンかスコーンか、うん、どっちかです、で、まあ、アリアがね貴族だと知って、うん、ちょっとよそよそしそうみたいな感じ、 感じでしたね、はい、なんかウィンターフェルをウィンターヘルみたいなことを勘違いしてるところも可愛かったんですけど、はいはい、私の好きなキャラがでも死なずにフェードアウトしてくれて私は良かったです。死なずに、はい、そうですね、うん、そして舞台は北部軍がいるリバーラン城へ戻っていきます。キャトリンとその叔父であるブラックフィッシュは、ホスターとの思い出を語っていました。でこのブラックフィッシュとホスターの仲の悪さについて原作ではね一応こういう風に書かれてありました。
ブラックフィッシュはホスターの5歳下の弟で昔から仲が悪かった。キャトリンがまだ子供の頃、2人が激しめのね喧嘩をしていた時に、ホスターはブリンデンのことを、お前はタリーの羊の中の黒いヤギやなみたいな風にちょっと悪口を言っちゃったんですよね。そうするとブリンデンは笑って、家の紋章はね跳ねているマスだと指摘して、俺は羊よりむしろ黒い魚である方がいいんちゃうみたいなことを言って、それ以来ずっと、ブラックフィッシュ、漆黒の魚を自分の、個人的な紋章と定めるようになったらしいですね。で別にね、そのブラックフィッシュが気難しい性格なのと言われればそういうわけではなく、もう少女時代のキャトリン、ライサ、そしてエドミワ、そしてホスターの非後継人として育てられたリトルフィンガーでさえも、彼のもとに駆け寄っていくようなね、そういう優しいおじさんだったそうです。はい、昔からああいう感じだったんでしょうね。うん、場面は変わり、タリサは、噂のエドミワが戦ったストーンミルの戦いという、戦で捕虜にした少年マーティンとウィレムの傷を牢の中で手当てをしていました。ラニスターの少年は、ロブがね戦で狼に変身するなんていうことを、信じ込んでいたようで、タリサは持ち前の優しさで彼らを脅かしながらも丁寧に治療をしてあげていました。そして舞台は最初の人々のフィストに到着したジョンと野人たちのシーンへ移っていきます。フィストに到着したジョンたちはまたまたね奇妙に並べられている馬の死骸を発見します。なんか渦巻きみたいな、形をしてましたけど、マンスレーダーは相変わらず芸術だなみたいなこと言ってましたね。はい、はい、前回のエピソードで、オレルはウォーグの鷹の目でナイツウォッチたちの死体を見たと言ってたはずなんですが、このね、馬の死骸の場所には人の死体はなく、マンスレーダーは300人ほどいたナイツウォッチが今は青い目になっているかもねみたいなことを、ジョンに悟らせていましたが、一応ねしぶといモーモントならもしかしたら生き残ってるかもしれないというふうにも予想をしていました。はい、そしてマンスはトアマンドに、なんとジョンを含めた野人たち20人で壁を登れというふうに命令をするわけなんですね。で、壁登れんのっていうね、感じなんですけど、あのすごいバカでかいね、あれ確かなんですかね、港区でしたっけ、あの電通本社ビルドね、はい、同じ高さでしたよね、あの壁。そうですね、一応ね言っとくと壁の高さは700フィート、つまり 213.36m なんですけど、東京の新橋にある電通本社ビルは213.337m でも30センチぐらいだとさ、ニアピンですね。これ1日で登れんのかな、3日くらいかかるじゃん電通の方が 2,3 日ねお疲れ様でしたっていうのを見ながらも登らなあかんぐらいのね、高さですよね。はい、でこの命令を、聞いたトアマンドは、よっしゃやるとき来たんがついにオールドフレンドよみたいなね、感じで野心あふれる表情だったんですけど、あの得意げイグリッド姉さんは珍しくなんかね不安な表情でしたよね。ジョンにはカーセルブラックの守りを教えてもらうというのが目的なのか、ジョンも一応ね含めて参戦するように言われていましたけど、もしかしたらこれは本当にジョンがね野人側に寝返ったのかどうかを確かめるためなのかなというふうにも思えますよね。はい、ですが一応ねジョンはあくまで潜入捜査という立場なので、まさか壁を襲うというね計画があったなんてというので驚きを隠せない様子でしたね。マンスは何でしょうね、壁を襲おうとしてるという認識でいいんですか。そうじゃないですか、やっぱりその北の脅威から身を守るために、壁の南側に行こうとしてるんでしょうね。なるほど、はい、で、マンスレーダーを続けて毎晩壁の上に鷹を飛ばせと、
時が来たら北で一番大きな火を焚いて知らせてやるというふうに言ってましたが、おそらくこれはオレルのウォーグの力で、まあ、鷹の目でねその火を常に見つけれるような状態を作っとけよというような命令だと思います、はい、続きましてクラスターの砦に入ります。ホワイトウォーカーたちの襲来によって仲間の多くを失ってしまったナイツウォッチたちは避難場所を求めてクラスターの砦に舞い戻ってきました、うん。本当はですねクラスターなんかに頼りたくないんでしょうけど、うん、まあ行くあてもないので仕方なくっていう感じそうですね、ですよね、はい、でクラスターはですねしぶしぶ受け入れて食事を与えるんですけど、うん、せっかく出された食事を豚の餌の方が上等だとケチをつけた人がいました、はい、まあ、それはですね新キャラのカール・タナーという人物です、はいはい、そしてですねクラスターは太ってるっていうことをネタにしてサムをねいじめるんですけど、はい、サムはそれを聞いてその場から立ち去ってしまい、ずっとね変な音がね、うん、聞こえてたんですけど、うん、その音の方に行ってみるとどうやら小屋の中で出産中のジリがいました、うん、ジリはですね赤ちゃんを産みました。あれだからあれから結構ずっと外にいたってことでしょ。またちょっとまあお腹がふっくらぐらいだったじゃないですか、うん、そっから出産やからだいぶ長い間ね壁の外にいたってことになりません。ああナイツウォッチたちが、うん、そうだね。どのぐらいふっくらしてたがでしょうか。あれはあと何ヶ月、あと3、4ヶ月ぐらいいけるぐらいと私勝手に思ってましたけど、3、4ヶ月もいるのかなどうなんでしょうね、うん、ちょっと時系列が分かんないんですけど、しかもそのあれですよね、まあ、ちょっと分かんないですけどベスタロス大陸のその人間がね、うん、トツキ10日バージョンかも分かんないですしねそう、まあ、そこはね、はい、で、ジリは赤ちゃんを産みました。それはですね男の子でしたね。ということはなんですけど、クラスターの砦にはですねクラスター本人を除くと男の子って男性っていないじゃないですか、うん、まあ、それは分かってると思うんですけど、じゃあ生まれてくる男の子たちはどこに行っちゃうの、はい、っていう話ですよね。これはですねシーズン2エピソード2の粛清のラストシーンで判明するんですけど、うん、ここでは何が起きるんでしたっけ。クラスターが夜にどっか連れて行ってましたね、うん、でそれをジョンが見て後ろからボコられるっていうねそうですね、うん、まあ、クラスターが赤子、まあ、おそらく男の子を森の奥へ連れてって、うん、まあ、置き去りにしました、うん、そうしたら、まあね、変な化け物みたいなのがその赤ちゃんを取りに来ました、はい、みたいなシーンでした。でそれをジオモーモントも、まあ、黙って見過ごしてて、うん、それが、まあ、ジョンにとっては壁の北側に行って野人に参戦する理由の、まあ、嘘の理由に使えてもいる、そうですみたいな感じですよね、はいはい。続きましてどこかに監禁されているシオン、うん、夜になるとですね約束通り掃除の少年がシオンを助けに来ました、うん、あの何 X 字型の十字架、うんみたいなやつね、から解放して、はい、弱ったシオンを馬に乗せて東に向かうように指示。やっとネジから解放された。そうですね、東にはですね姉のヤーラがいると言ってたんですけど、うん、まあおそらくヤーラのところに行って助けてもらうと、うん、まあ、脱出みたいな感じ、うん、で、なんとかね逃げ切ったように思えたシオンなんですけど、うん、姉ヤーラの姿はどこにもいなかったでしたね、うん、でそうこうしてるうちに追跡者たちに追いつかれてしまいました、シオンはですね振り切ろうと森に逃げ込むんですけど、うん、追っ手に取り囲まれてしまい攻撃を受けて落馬してしまいますってなってましたねってたね、あんなところじゃすまんやろっていう、まあ、大骨折でしょ。大骨折ですね、はい。シオンはですね拷問者の一人から暴行を受けそうになるんですが間一髪逃がしてくれた少年の矢によって
追っ手たちが全員殺されました、うん、これなんか見てて思ったんですけど、うん、まあ一応その味方っぽい少年が追いかけてきてくれて、その何者かわからないね人たちをこの矢で殺してシオンをまあ一応救ってくれるんですけど、あの少年が遠くから弓でね殺して、結局最終的にね、なんかあのすごい近距離で弓を放つじゃないですか最後ね、うん、あれがすごく狂気的に感じて、うん、ちょっと怖いし、ほんまに殺しにかかってきてんなみたいな少年のなんでしょう、ちょっと狂気な感情を私は垣間見ましたね、うん、あの最後にその、ね、少年が追っ手を殺すじゃないですか、うん、はい、その時に、ね、追っ手がね死に際に落とし子が生意気な、はいはいはい、って言うんですけど、ここね英語だと You little bastard って言うんですよ、うん、で僕ね基本的に英語でね聞いちゃってるんですけど、あ、はいはいはい、あのバスタードっていう言葉って、うん、落とし子っていう意味があれば、うん、クソ野郎みたいな意味あるんですよ、はいはいはい、だから英語で聞いてると落とし子なのかクソ野郎なのかどっちか分かんなかったんですよ。なるほどね、はい、でも一応日本語の字幕だと落とし子かって言ってました、うん、そうですね、まあ、これは、はい、まあ、落とし子っていろんな落とし子が思い当たるんですが、うん、まあここはどこの落とし子なのかなという感じですよね、はい、うん、そしてですねシオンは再び少年に助けられて、うん、少年の手を取って立ち上がり、少年は Winter is coming と言ってました、うん、私はここであれ北部の人でスタークに近い人なのかなというふうに予測したんですけど、うん、まあまあまあ次回以降のお楽しみということで、はい、はい、そして舞台はドラゴンストーン城へ入っていきます。スタニスの唯一の、話し相手であるメリサンドルが、行き先を告げないままどこかへ行こうとしていました。でスタニスはですね、そのどこかへ行こうとするメリサンドルに対して、また息子を作ってジョフリーやロブを殺そうと、お前が欲しいみたいなね言ってメリサンドルを誘うんですが、まあ、ブッチされてましたね。ブッチされまくってたのね、はい、かわいそうに、もうへの字になってましたもんね、メリサンドルの眉毛がもう救いきれへんわこのおっさんみたいなね感じになってましたけど、まあ、メリサンドル曰く日は弱まっていますと、その状況でこう作ると陛下の命に関わります、他に方法がありますというふうに言っていました。そうするとスタニスが、王の血が必要なんじゃないのと、私が王だよというふうに言うんですけれども、メリサンドルは、同じ血の流れるものが他にいます、鉄の玉座につくにはまず生贄がいるのです、光の王のためにというふうに言ってて、まあ、この場面を少し整理しようと思うんですけれども、その敵を殺すには、王の血が必要というふうに言ってました。つまり、レンリーを殺せたのは王の血、つまりバラシオン家の血を持つスタニスとの子供、まあ、あのシャドーベイビーのことですよね、うん、スタニスの血を持つ子供だったからということ。そしてメリサンドルはそのスタニスと同じ血の持ち主を探しに行き、その人物を生贄にして再び、あの時見せたような、まあ、魔術のようなもので、ジョフリーと、まあ、もしくはロブを殺そうと企んでいるのかなというふうに感じるんですけど、なんですかね、何生贄ってそんなの必要なの、嫌な響きですね生贄って、はい、うん、だからそれには、まあ、スタニスと同じ血を流れているもの、うん、バラシオンの血をメリサンドルは探しに行くふりして、まあ、ブッチしているという、うん、ことでしょうね。そうですね、うん、まあ、バラシオン家の血が必要となると、うん、まあ、人物は限られますよね。そうですね、はい、はい、そして舞台は、アスタポアへ移っていきます。デナーリス、ジョラ、バリスタン・セルミーの3人は、親方たちによって死を宣告されて、まあ、野ざらしのままね貼り付けにされている奴隷たちが並ぶ処罰の道、まあ、これは題名にもなっていますよね、はい、その処罰の道を通っていました。でバリスタン・セルミーはペントスとミアで傭兵を見つけましょうよというふうに言います。
そうするとジョラーはあなたが決めるんですかみたいなことを、まあ、言ってます。少し反抗するんですよね。そして続けて、玉座に座るために流血は避けられませんよというふうにデナーリスに忠告します。そうするとデナーリスは、敵ならばいいけれども罪なき命の血は流せませんというふうに言っていました。そして3度の戦を経験しているバリスタンに対して、婿の血が流れるのをあなたも見てきたでしょうと、女も赤子もみんな殺された、男は剣を握ると、獣になるけれども、まあ、アンサリードは虚勢奴隷なので彼らはもう男ではないです、領辱はしないしあなたの命令しか聞きませんよというふうに、ジョラーは言います。そうするとデナーリスはバリスタンセルミーにも意見を求めるんですよね。そうするとレーガー様、彼女の兄ですよね、レーガー様の軍は兄君を愛し慕っていたから戦ったと、雇われていたからではない、私は最後のドラゴンと戦ったというふうに言ってました。そうするとまたね、重ね重ねジョラーは、まあ、レーガー様は立派に戦ったけど死んだじゃんみたいなことを言うんですよね。でデナーリスはバリスタンに対して兄を知ってるというふうに聞くんですが、バリスタンは、はい、高潔な方でしたと。そうするとデナーリスは、私も知りたかったわ、でも最後のドラゴンじゃないというふうに言ってて、まあ、このシーンすごく会話が重ね重ね繰り広げられるシーンなんですけど、なんとなくジョラーとバリスタンセルミーが張り合ってる感じで、なんか自分の方が正しい意見言ってるしみたいなね、どっちがなんか側近にふさわしいかというか、まあ、そういう少し言い争いのように感じたんですけど、そうですね、まあ、ジョラーとしてはお前最近来たのに何出しゃばってんだみたいな感じでしたよね。あとね、まあ、ちょいちょいねレイガーの話が出てくるんですけど、はい、一応言っておくとレイガーとバリスタンセレミはすごくね親密な関係というか近い関係だったんですよ。そうですよね、はい、ただそのレイガーに親密な関係のキャラクターってあんまり今までいなかったじゃないですか。しかも、うん、その視聴者からするとレーガーのイメージって、うん、そのロバートの反乱を起こさせた原因を作った張本人、そうですね、しかもエダードネットの妹であるリアナをなんかねさらったみたいな、うん、そういう少し悪人のイメージがあったんですけど、はい、ここでバリスタンが、いや高潔な方で彼を慕っていた軍たちは兄君を愛していたし死ぬことを厭わないぐらい、うん、レーガーのことを、ね、愛していたみたいなことを言ってたから、あれなんかイメージと聞く話違うぞみたいな、うん、あとその矛盾というか、ね、うん、が生じてくるところでもありますよね、はい、うん、で商談の場に着くとですね、デナーリスはクラズニス親方ですよねに8000人全部のアンサリードを買いたいというふうに言うんですけれども、親方はいやいや買えへんやろうというふうに言って、まあ、断ろうとします。しかし一歩も引かない強気なデナーリスは、まあ、全員買うかもう一人も買わんかどっちかやしみたいなことを言って交渉を続けて、結局なんと、まあ、一番大きいドラゴン1頭、そして、まあ、ギフトとしてミスサンデイを彼女に送ることを条件に、まあ、8000人のアンサリードを爆買いね、うん、買い占め爆買いです ね、という交渉が成立してしまいます。でこの強硬手段に出たデナーリスに対して、いやドラゴンは絶対いるからとおやめくださいというふうにジョランとバリスタンセルミは人前でね止めにかかってしまいます。そうするとデナーリスは次に人前で異を唱えたら解任よという感じで、もう2人の意見は今は関係ないっていうね感じですよね。これでさっきまで2人ねおじさん2人言い合いしてましたけど、なんか2人のそのマウントの取り合いをちょっと思うとこもあったのかな、まあ私に意見してくんじゃねえよみたいな感じですよね。そしてデナーリス側につくことになったミスサンデーに、戦に連れていくことになるけど、覚悟はあるのと、飢えたり病んだりする、殺されるかもしれないよというふうに言うんですが、ミスサンデーはバラーモルグリスという返答をするんですよね、うん、はい、するとデナーリスはえそれ何っていうかと思いきや、うん、そうよと、男は皆死なねばならない、
でも私たちは女よというふうに言ってたので、うん、このバラモルグリスの意味がなんとなくここでね、うんうん、明らかになりますよね。そうですね、はい、しかもねデナーレスは意味を知ってたっていうね、うん、しかもこのバラモルグリスって最初に言ったのってこのアスタパーとかねそういうことじゃなく、うん、あれですよね、若縁フガーがアリアに言った言葉、うん、なのでやっぱりそのエッソス大陸のどこかしらのなんかなんでしょうね、挨拶言葉みたいな、うん、なのかなっていう感じはするんですけども、はい、一体これは何語で、はい、デナーリスもこの意味を分かってたというのが、はい、すごくね興味をそそられる。そうですね、うん、まあ次回以降ね、はい、期待しましょうか。はい、はい、続きましてキングズランディングに入ります。大蔵大臣になったティリオンはリトルフィンガーの召喚へと出向き、王家の財政の帳簿を受け取りに行きました、うん、そしてですね実質に戻って帳簿を確認すると王家が膨大な借金を抱えているということが判明します、うん、これシーズン1でもネッドが、ね、知ってましたよね、はい、はい、で借りている先はですねまずはラニスター家、うん、まあ、タイウィンですね、うん、の他にですねブレーボスにある鉄の銀行アイアンバンクという銀行なんですけど、はい、そこから借りていることが分かりました、うん、ティリオンによるとアイアンバンクは必ず黄金を取り戻すだろうと言ってたので、うん、まあおそらくですねかなり手強い相手っぽいんですけど、はい、まあ、今後も出てくるのでまあ、おいおい説明します。アイアンバンクとかも絶対借金したくないんですけど鉄の銀行だ怖そう、取り立てとか無理、うん、鉄で襲ってくんじゃないでもね建物とかもすごい強固そうなね。そうですね、うん、すごいドーンと構えてそうな銀行ですよね、はい、しかもブレーボスにあるというそうですね、あ、そうか、海を越えての借金、うん、ブレーボスはですねあのエッソスにある地域で、はい、まだ出てきてないですね。ブレーボス人に会ったらこのコインを渡すっていうあのブレーボスですよね。そうです、はいはい、まあジャケンがもともといたとことか、うん、踊りの師匠ね、はい、シリオフォレルがいたとこがブレーボス、ね、かなり魅力的ですよね。今までまだ出てきてないですけど、はい、鉄の銀行もあるという踊りの師匠と、うん、ですが、はい、まあ、そんなことよりもっと重要なことが起きるんですよ。そんなことありましたっけ。はい、テリオンはですね召喚を去る前にポドリックにご褒美を与えました、はい、ブラックウォーターの戦いで救ってくれたというお礼として、うん、ポドリックに3人の優秀な娼婦をあてがってましたね。優秀なんですねやっぱ。もう最高クラスじゃないですかだってあのなんだっけ、その一人の娼婦はさ、うん、世界で4人しかできない技を使ってるみたいな。逆にねえそれ教えてほしいわあのさ何でんぐり返しの逆バージョンみたいなのするじゃん。はいはいはい、何ポーズっていうの、あれは意味あるんですか。わかんない、あれはエロいのかな、わかんないけど、まあでもそのいろんな角度から見てみたいなと思いましたよ私も、あの開脚を見てあれが世界で4人しかできない技なのかな、わかんないけど、うん、でも柔軟性があるゆえの技があるんでしょうかね、はい、はい。キャミーさんはあれできますか。あれはちょっとできないんで私はあの技は知らないですねなるほど、はい、そうするとですね、まあ、しばらく経った後童貞のポドレックが召喚から意気揚々と帰ってくるんですけど、靴に羽生えてるかと思って瞬足履いてると思ってそうですね、 100m 早なる靴履いてるやんみたいな、ね、感じの。そしてですねティリオンが払った料金を丸々返します、うん、これはつまりですねポドリックが娼婦たちを喜ばせる行為をして、うん、で満足しすぎちゃった彼女たちは、まあ、本来もらう報酬を受け取らずに返したということですよね。っていうことでしょうね。なんかなんすかこれ、ブロンもみたいな、そんなことあんのみたいなね。ポドリックはどんなテクニックを使った。いやテクニックの問題じゃないんじゃないですか、もう物理的な問題の可能性もありますよこれ。どういうこといやいやいや
まあ、いろいろしたとは言ってましたけど、うん、だって童貞だからそんなテクニックがあるとは思えないじゃないですか。うん、どうなんですかね。だからもうやっぱ物理的にも100点だったんでしょう。ということで詳細を漏らさず聞こうとしたティリオンとブロンの気持ちが、うん、まあ、すごい分かるようなシーンでした。私も聞きたい。俺も聞きたい。そして最後は捕虜になっているジェイミーとブライエニーのシーンへ移っていきます。ついにですね、ジェイミーがブライエニーに対して警告していた夜になり、ブライエニーは、まあ、その予想通りね、男たちに凌辱されそうになっていましたが必死に抵抗をしていました。ブライエニーに対して、まあ、一応ね何の義理もないというジェイミーなんですけど、ボルトン兵のリーダーであるロックに対してこういうふうに言います。ブライエニーの故郷はウェスタロス最大のサファイアの産地ターストーである。なので彼女を無傷でかつ名誉を傷つけず返せば、余るほどのサファイアを彼の父セルウィンタース公からもらえるんじゃないのというふうに、言ってですね、彼女への暴行をやめさせることになんと成功をしていました。うん、そしてブライエニーはまさかね自分を守ってくれるとはね、まあ、思ってもなかったのでかなり驚きを隠せない表情をしていましたけど、ジェイミーはまあ余裕の表情を見せつけてましたよね。はい、うん、そして、まあ、このねロックをうまく解き伏せたつもりでいたジェイミーなんですけど、食事を取らせてもらえるように促してですね、まあ、そういうふうに思い込んでいたんでしょう。そうするとロックがテーブル代わりに用意していた切り株の上で、まあ、なんとジェイミーは右手を切断されてしまいます。うん、最初このロックがねあの大きな出刃包丁みたいなナイフをジェイミーの目のあたりにこうね当てるんですけど、最初首落とされるんかなっていう風に思って、いやでもさすがにジェイミーって大事な人質だしまさかね殺すようなことはないやろうと思ってた矢先のこのね衝撃的な悲劇。うん、うん、でロックはね、ジェイミーに対して自分が誰よりも賢いと思ってるだろうと、で困ったことがあるとすぐに父親の名前を出してそれで今まで解決してきたんやなと、でも今回これで学ぶだろうというふうに言って、まあ、右手をね切断するわけなんですけど、このジェイミーって正直結構嫌みったらしい性格だったじゃないですか。だいぶね、うん、ですごいなんか鼻につく態度を終始取ってたんで、結構視聴者もジェイミーに対しては嫌なやつやなみたいな風に思ってたんですけど、まあ、そのねその鼻につく態度をロックが代弁してくれたという風にも感じたんですけど、けどここでそのジェイミーの右腕が切断されるっていうのは予想できない展開で、やっぱりその視聴国でも有数の騎士としてまあ、名を馳せていたわけじゃないですかジェイミーって、うんうん、その彼がね剣を振るう大切な右手を失うというのはやっぱり衝撃のラストですよね。だいぶ衝撃、うん、本当にオーマイガーみたいな感じ。いや本当それからのあの音楽何なんですかエンディング、うん、あれがだからクマと美女。そうです、あれがクマと美女の曲で、はい、まあとあるバンドに依頼し、はいはいはい、めちゃめちゃロッキーでしたけど、はい、ザ・ホールド・ステディっていうバンドに依頼したらしいです。なんであんな感じにしたんでしょうね、いつもとすごく、うん、なんかゲイスラっぽくない音楽だったんですけど、はい、うん、一応なんか理由としては、うん、まあ、最後衝撃的なラストシーンに、はい、まあ、並列するような感じでちょっとね耳障りというか、あちょっとノイズがあるようなエンディングの曲をにしたかったらしいんですよね。まあ、確かにあのね一瞬を見て、まあ、混乱しますよね、うん、ジェイミーも私たちも、うん、その頭の中がぐちゃぐちゃになってるノイジーな感じを出したかったのかな、うん、だと思います。ここね、まあちょっと話戻すんですけど、うん、あの本当にってなったシーンでして、うん、ジェイミーはね多分ですけど今まで自分の名前とかね、うん、
ステータスを言えばいろいろ逃れてこれたんでしょうね、はい、ハイスペック男子でしょ、はい、だから俺はジェイミー・ラニスターだよとか、うん、タイウィンの息子だぞとか、うん、俺はキングスガード、うん、王妃の弟だよ、うん、って言えば何でも手に入ったし、うん、何でもね逃れたんですけど、はい、それが使えなくて、うん、で手を落とされるんですけど、うん、それも大事な大事な利き手の右手、もう商売道具と言っても過言じゃないでしょう、うん、まあつまりもうジェイミーは戦いないでしょうきっと、うん、その長身でブロンドでイケメンでね、うん、何でも持ってる彼が、うん、まさか失うなんて予想もしない右腕を、うん、そうなんですよ、まあ、左手がどのぐらい使えるか分かんないけど、うんうん、もう騎士として戦えないでしょうから、うんうん、今後ねどうなっていくんだろうみたいな、はい、ジェイミーが唯一できたのは戦うことだ、うん、だしその右手を失うというその不自由になるっていうのがなんかどう考えてもジェイミーとは結びつかないというか、ジェイミーと本当に対極にあるようなポジションに、うん、あの一瞬でしかも自分はイケてるみたいな感じでなんでしょうね豪語してた時にああいう風にね、うん、なるのがね、ジェイミーはねそもそもブランを塔から突き落とした人なんですけど、うん、まあ、あのねブランがねどうなろうとなんか知らねえよみたいな感じだったじゃん、うん、まあ、障害者になろうと別に俺関係ねえしみたいな、うん、まあ、何よりも大事ですよね剣士にとって利き手というのは、うん、そうですね、うん、だからねこれからそのね利き手である右手をねなくしたジェイミーが、ね、どうなるんでしょうね。あとねブライニーの表情がすごい印象的だったんですけど、うん、なんかねジェイミーがね立ち上がってねご飯を食べに行くみたいな感じのシーンで、うん、ブライニーは気づいててあなんかおかしいぞみたいな、うん、でも声かけれないみたいな、はいはいはい、なんか多分ですけど私がなんか変なこと言っちゃうとまたねレイプされる可能性もあるから、うん、どうしようどうしようみたいな感じで、まあ、あっという間にあの時間が過ぎちゃったみたいな、うん、私そのブライエニもブライエニで助ける義理なんてないわけですから、うん、うん、ということで衝撃のラストを迎えたエピソード3だったんですが、さらに混沌とした世の中になってきましたよね。なんかそれぞれの歯車がうまく回ってなさそうというか、うん、どこか組み合わせ噛み合わせが悪いような嫌な、ね、感じが生まれてますけど、うん、なんかこのエピソードはその最初のねそのブリンデン・タリーとエドミワの、 あの弓矢を撃つシーンだったりとか、うん、その次の、 あの商標議会のねヒストリーゲームの話もそうなんですけど、会話も BGM も一切流れてない、役者たちがただ動いてる演技してるだけの描写だけれども、彼彼らが言いたいことが分かったり、彼らが何をしようとしているか汲み取れたり、まあ、もしくは彼らの人物像が読み取れたり、そういうね言葉なしでも伝わってくるようなシーンがすごくうまい、演出がうまい回だなと思ったんですけど、うんうん、そうですね、うん、でもそのやっぱりゲームオブスローンズらしいというか、うん、静寂の中でもすごく意味のある伝えたいことが分かるような演出が多いシーンだったように思います、うん、ということでブランたちは今回は出てこなかったんですけど、またそれぞれのキャラクターが少しずつね動き出しているシーズン3ですので、まあ、次回また楽しみに解説していきたいと思います、はい、それではまた次回バラーモルグリス。